聞かせるトレーニングパーソナル LB ジムでは重量にこだわらずに筋肉に効かせる方法をご指導しています。それが効かせるトレーニングっていうんですけども、 LB ジムも23年になりますけれども、最初のうちは当然高重量やってたんですよね。私もパワーリフティングとかやってたことが あるんで、スクワット200とかベンチ160とか、なんか記録で残ってましたね。ベンチ160くらい持つとすごいねって言ってくれるから、ああ俺はすごいだろうって、君も頑張ってあげたら筋肉つくよっていうのは簡単なんですけど、それ違うんですよね。高重量を持っても筋肉がさほど発達してない人もいらっしゃいます。もちろん高重量を持てるってことは筋肉が発達してる方もいらっしゃいます、それと話は別ですね。最も悪いのは高重量を上げることを自慢に思って体が変わらないっていう場合ですね。もちろんベンチをやれば三頭筋とか胸とかつきますけれども、他のとこ腹筋がないとか背中が弱いとか、そういうことになっていくのが非常に怖いわけですね。一番は怪我の危険性があるということですね。筋力トレーニングっていうのは重量を増やすことではなくて筋肉への刺激を大きくすることなんですね。そこを焦点を当てたのが効かせるトレーニングっていうわけで、重たいのものを持つ必要がないっていうジムはもう世界で、LB ジムだけだと思ってます。重量を上げれば簡単ですけれども、重量を上げるってことは筋肉への刺激を大きくする一つの要素にしか過ぎないわけですね。高重量でも当然筋肥大します。高重量を持てるってことは運動能力が高いってことだから、筋肉が発達する方は多いですね。でそういう方が軽い重量で効かせる方法っていうのは指導することが非常に難しいわけですね。結局重たいの上げなさいと、ベンチは100キロよりも120キロ持った方が筋肉がつくよっていうふうな指導になってしまうわけですよね。それは本来の筋力トレーニングとはかけ離れたものになる可能性があります。重量ではなく、角度とか速度とか、意識ですね、そういうものによって筋肉への刺激を大きくした方が効果的だと LB ジムでは考えて、実際効果もありますんで、興味がある方はぜひ一度 LB ジムにお越しください。